チョイス。どうも、アキちゃんだと。タグだ。ショウチョウと。はい、そう。カスカメ。今回の動画は皆さん。はい。使えるのは2000円のみ。15分間でカロリー対決。対決動画がたくさん上がってる中ですね、はい、まあ、今回は指定された金額で対決やっていこうかなと思います。はい、ルールは簡単ですね、まあ、各自もうこれから4人散ってもらって違う飲食店ですね、全員、はい、に行ってもらって、まあ、2000円のみ。2000円ね、使える金額2000円、はい、制限時間がね15分っていう、まあ、早食いですよね、うん、早い。2000円使えるのはいろんなもの買えるかもしれないけど、それを15分で食い切れっていう、縛りが多いね。じゃあ俺らの予感で企画の融合。ああ、そうですね。今回は、まあ、同じメニューは禁止にしましょう。はい、うん、まあさすがにね、うん、2000円もあるしね、同じやつはつまんないので。はい、で今回もう飲食店決まってあります。はい、もう各自ね自分が行けるものを選んでもらいました。はい、じゃあ私は王将で行きます。中華ってカロリー高いですからね。まあまあ確かにね。僕がびっくりドンキーで行きます。ちょっとリッチな気がするよ。2000円食べれんの。そして私がミスタードーナツ。ミスタードーナツ、まあ、一個一個安いよ ね、 ね、安いね。で、まあ、甘くてその種類も多いからこそ、なるほど、戦いやすさはあるでしょう。ただ15分ですから。まあ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 、柔らかいのもね。ああ、そうですか。飲み物はカロリー入るの。飲み物もカロリー入ります。なんでお前してコロコロしてんの。僕がボスという。おお、好きだね、モスバーガー。モスバーガー、この4店舗でやっていきます。はい、本編行く前にぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。今月に12万人マジで目指していますので、はい、皆さんの力を貸してください。はい、じゃあ早速4店舗でカロリー対決やっていきたいと思います。はい、それではいただきます。ということで中華です。さあ中華です。いや中華ということで、僕結構中華好きなんですけど、ね、今回は餃子の王将ということでね、安くてうまい。王将で1000円あれば死ぬほど辛く食えますから、まあ、なんせそしてね、中華っていうのはカロリーが高いんですよ皆さん。今回はちょっと2000円も使えるんでね、ちょっと贅沢にカロリーを取っていこうかなと思います。セットとかあんの。へえ、なるほどね。ちょっと吟味しながらちょっと注文していこうかなと思います。ということで私翔ちゃん入りました。びっくりドンキーでございます。これから注文するんですけど、皆さんさっき言ったようにちょっとだけビッグ丼ってリッチちゃうのって思った人いると思うんですよ、他のに比べるとね。けどうまく計算した結果、なんと今回使うの1900円、1900円で4品食べれます。しかも全部結構カロリー高いんで、勝負としては申し分ないかなと。時間の方もね、まあ、僕なんで気にすることはないでしょう。安心して見ててください。ではこれから注文していきます。はい、ということでミスドチーム、今回のね作戦なんですけども、やっぱミスドって言ったら1個150からまあ上が300とか400ないぐらいかな。なのでできるだけカロリーと値段の差が開かないようにしたい。ただ今回ちょっとね、いっぱい食べるにあたってどうしても僕ドリンクが必要になってしまうので、ドリンクだけねカロリーがちょっと割る2ぐらい、値段に対して割る2ぐらいになってしまうので、そこがちょっと厄介かなという感じでございます。まあまあやることとしてはね、もうパワーでひたすら食べ続けるなので、得意分野、甘さっていう得意分野がすごい活かせる場ではあるので、なかなかな好記録狙えるんじゃないかなとは思います。どうもこんにちは。我はエビです。ということで、僕一応ねオープニングではモスって言ってたんですけども、ちょっとモスの方をよく調べたらね、カロリー何あるのかなみたいな、で何円なのかなみたいなのを考えた結果、他の店と多分勝負にならないぐらい値段とカロリーのバランスが、まあ、言ったら悪いので、多分対戦相手にならないぐらいもザコになってしまう可能性があると思ったんで、ちょっと急遽お店を変えて、あの花丸うどんにしました。これ安くてね、もう調べたらねいい感じ、安いしカロリー高いし、でなおかつもうなんか揚げ物とかあるじゃないですか、磯辺揚げとか、この辺がまあやっぱ安くてね、あの調整が効くので、まあ持ってこいじゃないかなと思いまして、花丸うどんになりました。まあ早食い、まあ自分得意な方なんで、そうそう本気出してね、また3人はねもうギャブンと5分と乗せてやろうかなと、はい、思います。それでは買ってきます。揃いました。いや中華パーティーですね。じゃあもう早速ね紹介したいと思います。まずこのメインのキムチチャーハン、631kcal の572円、安いね。春巻き459キロカロリーで352円です。この
大きさでこんなにカロリーある、やっぱ中華ですね。餃子ですね、6個入りが346キロカロリー319円、安い。王将の餃子が一番うまいからね。で、今回のバケモンエビチリソース、こちら918キロカロリー748円。まあ値段は結構するんですけども、このタレとかもえぐいらしいですね、カロリーが。で、一応合計金額が1991円ですね。かなりお買い物上手でいけたのかなと思います。ちょっと見る感じね、あの15分間で余裕で食えると思うんですよ。なんなら早食いする必要もないぐらい。なのでちょっと美味しくね、15分間綺麗に使おうかなと思います。じゃあ行こうか、15分用意スタート。いただきます。チャーハンからいきます。うわ、やばいね。ちょっと待って、普通に俺だけちょっと贅沢欲になってない？いろいろ計算したんですけど、これがベストでした。餃子も先に来たから冷めちゃう前にね。うわ、やば。いただきます。パリパリ。あ、ニンニクいいね。スープチャーハンうまっ。チャーハンに付属でついてくるこの卵スープがうまいよな。エビチリね、エビチリいただきます。ブリブリ、ご飯が進むのよ。いや、飯もんと一緒に頼んだ方がいいだから。うん、キムチチャーハンって相手はやばいよ。でっかいこの歯磨き、あ、いっぱい。初めて食べたかも。あ、野菜いっぱい入ってる。これはいけるかと不安になるような量が届いたんですけども、ご紹介します。まずチーズバーグディッシュ990円で862キロカロリーです。結構あるよね。そしてびっくりフライドポテト、こちらが490円で657キロカロリー。そして大ライス、こちらが一番コスパいい、300円で554円。そして最後ミニソフト、こちら200円で122キロカロリーです。こんな感じで食べていきたいと思います。溶けちゃうんで、始めたらすぐにアイスを先食べたいと思います。それでは15分用意スタート。はい、いただきます。うん、うまっ。言うほど時間ないからね。はい、バーグディッシュいきますか。ビクロのサラダのソースうまいんだよね。一個ずつ確実に消していく。ただハンバーグ半分は取っておきたいね。ハンバーグです。うまっ。はい、買ってまいりました。ドーナツ9点に、ドリンクが2本買わせていただきました。お値段の方が合計2049円ということで、なんとですね、計算ミスをしまして49円オーバーしてしまいました。なのでどれかを1個抜きます。かけてみるか。値段はね、297円とちょっと高いんですけども、89キロカロリーです。こいつを俺は抜きます。なのでドリンクは1個で挑戦します。ちょっともったいない戦いをしてしまっている気もするが、これが一番カロリーが温存できる状況でございます。僕が買ったものをご紹介いたします。ポンデストロベリー、チョコファッション、オールドファッション、エンゼルフレンチ、ストロベリーカスタードフレンチ、フレンチクルーラー、カスタードクリーム、エンゼルクリーム、トローリ4種のチーズ&ミートパイ、以上10点です。値段が1958円でございます。柔らかいの中心でもチョコファッションとかね、硬く取れるのは取ってるんで、カロリーとしてはね、なかなか高成績なのかなと思います。ただこれは食わないといけないので、ケボリです。それでは15分間用意スタート。いただきます。柔らかいのからいこう。ストロベリーフランス、ということで買ってきました。想定外のことが多く起きて、やってないメニューがやっぱ店舗によってあるじゃないですか。カレーライスとかミニ塩豚丼とか、うどんも挟みつつ米もいくっていう二刀流をやろうとしたら、米が全滅しました。でカレーも全滅しました。カレーライスないなら、じゃあもうしゃーなし、カレーうどんかと思って、カレーうどんもやってません。カレーやないやないかーいのねさーん。ということで、まあかっこいい男っていうのは、そういう予定外のことが起きてもしっかりとね、帳尻合わせていくっていうのが、このレイリー裸月ということで紹介しましょう。温玉ぶっかけ大明太おろし醤油の中
男爵子供け、半熟卵、生卵、かき揚げ、磯辺揚げ、以上7点になります。合計金額が1,990円。はい、いや、いいんじゃないですか、このギリギリ収めれないんで。まあ、これを食えるかどうかっていうところ結構シビアなんですけど、あの、それでは行きましょう。よーい、じゃあ気合い入れるわ。よしよし、あっ、あすは。それではよーい、ドン。いただきます。まずは卵をね、あの、温玉うどんに全部ぶっ込みます。全部で温玉うどん含め3つ卵があるんで、で、ドゥルンドゥルンになったところを一気にかき込む。いただきます。おー、大盛りってこんな重いんだ。ちょっと待って、物理的に重い。いただきます。うんめー。ね、卵とうどんってこんな相性いいんだ。俺はね、もっと楽しみなことがあるんですよ。この餃子をですね、いつもはね、醤油とお酢とラー油でいくんですけども、酢胡椒でいった方がうまいらしいですからね。何回か試してるんですけど、これにもハマっちゃってます。うん、酢胡椒うまいね。じゃあ俺、奥義いっちゃいます。キムチ鍋にぶち込んじゃいます。キムチエビチリチャーハンです。合わないわけがない。うわ、マジチャーハンと中華の合わせ合わせやばいな。本当はホイコーローとか食べたいけど、ホイコーローは予算オーバーだったんで。カロリー高いから油がすごいわ。油巻きめっちゃ油すごい。でもその油が美味しい。中華は油使ってこそだよね。うん、待ってくれ、チャーハンが足んない。このままだとおかずが多すぎて。味濃いけど、この濃さもチャーハンと一緒にいっちゃえば。白飯も頼みたかったな。あと100円あったら白飯頼めたんだけど、なかったから。このスープもうまい。チャーハンこれ一生無料でついてきてほしい。ちょっと100円得してるみたいだな。今ただこれカロリー乗ってなかったんで、これは加算されません。ドライライスです。うん、いける。まだ11分残ってる。ポテトに5分は欲しいから頑張るわ。俺ガリバー一人で食ったことあるからさ、なんてことないっす。ガリバーってやばいからね、あれ半端ない。なんで卓球戦で嫌い。1時間からだよな、やっぱ対決は。やっぱ胃がはち切れそう。うん、頑張るぞ。あと7分あるから余裕。マヨケチャまで頑張ろう。うん、うまっ。やば、ここ最近で一番きついかも。ラストの早食いを思い出すわ。もうこれ5分。マジで気を休める時間がねえわこれ。カスタン柔らかいけどびっちりだよ。アンドルクリーン。時間はまだ11分4秒。ストロベリーだ。あー、しょっぱいの食いて。うん、オールドファッションとチョコファッションで、あとしょっぱいやつ。ここが一番難関なんですよ。あー、やべえ、めっちゃどっしりくるね。やっぱ卵があるだけあって、すっげえスルスル喉入るわ。
待って、重いかもしれない。えっ、すごい溜まる。はい、一応温玉な、うどんは食べ終わったんですけど、汁も飲まないといけないんで、で汁は一旦あの放置で、ちょっと邪道なんですけど、揚げ物をつけさせていただきます。ちなみに今ほぼ6分です。男爵コロッケ、残り7分ですね。じゃあこちらのレタスさんにこのエビチリさんを乗せて、あの魔法陣完成させたいと思います。うわ、これレタスもっと欲しいな。レタスと行くのもいいわ、さっぱりする、すごく。ちょっと待って、一人でこんなにやついてるのやばいな。まだ変人だと思われる。よし、これでもう飯はラスト。はい、うん、うわ、やべ、やらかした。これ残ってたわ。これって食うやつだっけ。あー、はい、ごちそうさまでした。残り1分半、余裕ですね。ごちそうさまでした。はい、こんな感じで頑張りました。さっきのミットが口に残る。結構ちゃんと食ったわ。見た目思ったよりかなと思ったんだけど、結構油とかすごくて全部回った。今日完璧すぎる。総カロリーもちゃんといってるんで、結果アップ楽しみにしてください。中華ってこんだけカロリーが高いんだよっていうのがね、今日証明できますんで、ぜひ皆さん結果アップまでお楽しみに。シェイシェイ。マヨネーズなくなった。あとケチャップ。マジでちょうどかも。ケチャップ OK でしょ。はい、ごちそうさまでした。残り32秒残して、僕が食べなきゃいけない2000円分頼めるものは完食しました。一応お見せしましょう。ディッシュのお皿、アイス、ポテト、大ライス。これは勝ったんじゃないかな。間違いない自信があるんで勝ちます。こっちの方がカロリー高いんで先にこっちしちゃいましょう。うまっ。あ、しょっぱいの、うまい。やばい、4分切っちゃってる。はい、うわ、ちょっとね、ごめんなさい、残り1分10秒、オールドファッション1分じゃ俺食えないんです。ストップ。ごちそうさまでした。想像以上にね、俺の口がもう動かない、震えてる、痛くて。このオールドファッションはマイナスさせていただきます。自分の力的には想像以上にいけてる気はするんだけど、あとこのオールドファッションはもうちょっと食べやすいのにしといたらいけたのかな。いや、いけないか。ピカピを望みたいと思います。くそ、なんか、うわー、やらかしたけどすげーわ。じゃあ行きます。残り5分半です。あ、結構きついかもしれない。こっからうどんもやばいって。かき揚げと温玉うどんが制覇です。あとは明太おろし醤油。残り3分半。こっから思った以上にうどんって腹にくるんだね。勢いでいって、あの出てしまった場合元も子もないんで、ちょっと慎重に食べます。終了です。成果を言いますと、ちょっと待って、肌やべえ。今まで食べ物が肌に来てから猛威振るの関係だけだと思ってたけど、その上がいたわ、うどんだわ。食べきれなかったのが明太おろし醤油うどん。結構勢い良かった感じなんだけどね、うどんつるつるいけたし、びっくりしちゃったかもね、逆にお腹が。こんなうどん食うの聞いてない、うまいわ。まあ、よくも悪くもその15分っていういいところが勝負に出たんじゃないでしょうか。おろし醤油うどんを、なしにした上での結果発表に挑みたいと思います。ありがとうございました。見てかぶー。お疲れ様でした。お疲れ様でした。
いやー、2000円って素晴らしいですね。なかなか考えさせない、ね、いい塩梅だね、2000円。じゃあ、早速結果発表いきますか。はい、誰から行く？メンバー順で。じゃあ私から行っちゃいますね。はい、私、餃子の王将。はい、まあ、中華の王道ということでね、王将で。あ、一応4品。はい、おお、意外と少ない。あ、そう、もっと多いね。まあ、中華ってカロリー高いじゃないですか。うん、油すんげえ使ってる。はいはい、まあ、ただね、まあ、安いとはいえ、おわんとはいえ、まあ、値段するやつはしたんで。はい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 。じゃあもう言いますね。俺が取った合計カロリーは、はい、2354kcal。 おー、なるほど。4品でこうやってやるわけない、なかなか。でも15分で進みますよ。そうそう、ちなみにもうね、あの孤独のグルメぐらいゆっくり。あ、ゆっくり食って、ゆっくり。一応品川はキムチチャーハン、餃子6個、春巻き、エビチリ。おー、意外とじゃあ、まあ、エビチリとチャーハンがちょっと多いぐらい。エビチリがね、一番ありまして918kcal。 はいはい、あー、重いんだやっぱ。タレがね、タレがすごい濃くてね、高いらしいですね。このカロリー超えられんの？まあ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 。まあじゃあ見せてくれよ。じゃあ僕はビッグドンキーにて。え、ビッグドンって2000円ってもうだってもうハンバーグディッシュとなんかアイス食って終わりなんじゃない？意外でやっぱいい値段しちゃいますよ。4品食ってきました。4品。じゃあまあカロリーから言おうかな。今回僕が4品で取った合計カロリーは2000。195です。おー、なるほど、なるほど。ちょっとラインナップ気になるんだね。ミニソフト、チーズバーグディッシュの 150g、 ポテトフライ、大ライス。大ライス、え、意外とディッシュに大ライス。めっちゃ米食うやん。だってポテトも炭水化物。すごい品数もあってあれだけど15分だね。問題は引きりでしたね。それで2100の腹パンで帰ってきました。パパンだよな、それは。そう、そうなんだ。これで2000だからビクドームは痩せるんよ。やばい、やばい、やばい、やばい。さあ、100ちょいで。そうしたら1位、2位が暫定。ちょっと待って、これは肝が見えた。一番上だった翔ちゃん。いや、だから貴様どこだっけ。ミスタードーナツだっけ。その通り、私ミスタードーナツ。ただね、15分ってとこでドーナツ10個食えんのって話じゃない。今回僕がミスタードーナツ15分で取ったカロリーは2000。お、きた。カツキロカロリーです。え、ピッタ、ピッタ。マジか。いやー、これはね、いやマジで惜しかったね。だからの持ち腐れじゃーん。1個だけ最後、オールドファッション普通のがちょっと残り1分でもう、顎が固まっちゃって食えなくなっちゃったの。固まっちゃったの。それはそれだったなんだけど、だから8個食ったのね。おー、で、ドリンク1本。おー、そう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 。じゃあオールドファッション食ってる俺に勝ってたのか。でも2293だから多分ギリ勝ってないよ。翔ちゃんには勝ってんだけど、多分2300。それでも勝てなかったのよ。いや、ただエビくんですよ。そうですね。え、モスバーガーってさ、唯一のパワーソフト高いやん。モスバーガーだったんですけど、ちょっとカロリーとか金額を見合わせた結果、モスバーガーじゃ対戦判定になんなかったので、多分マックスで計算、結構計算して金額ぴったり2000円で構成組んだんだけど、それでも1500ぐらいだった。2000いかないと多分相手になんなそうだったから。一人は行くもんね、絶対。そうです、と思う。だから場所を変えて花丸うどんにしました。あ、うわうわ、安くてカロリー高いぞ。確かにな、食えれば強いぞ。揚げ物もあるしね。確かに。ああ、なるほど。いや、そうや、オールジャンル。うわ、これまずい。1354kcal です。あー、おー、僕が花丸丼で取ったカロリーは1752。全然いい、全然いい。もうもしかしたら100万ぐらいしか変わってねえ。さっきの理由がありまして、俺が食べたのが温玉ぶっかけの大。あ、これ、はい、これが一番でよくて939円。コロッケで卵2つかき揚げ、磯辺揚げで、ここでねカレーライスを食べてなかったんだけど、おう、な、もうカレーとかなんかなくて、そこの店舗。あら、俺が食べ食べたかった丼とか。ああ、はいはいはい。チャーナシ頼んだのが明太おろし醤油の中。あ、うどんなんだ。普通にそこで中いくんだ。で、それが食べきれなかった。うわ、で、これが584kcal だったから、でも全部食べたとしても2336kcal だった。それでも食べた。ああ、俺もギリギリなんだ。15分っていうところよね。そう、一番は2000もあるけどさ、ということで、はい、私の勝利です。おめでとうございます。すいません、ありがとうございます。
これ次3000円とかでやる？なんか今の感じでこう選び方とか店の感じとか分かったから、今後もぜひカロリー体験楽しみにしてください。いや、それでは皆さんぜひ SNS のフォローなどぜひよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。それではまた次のカロリー対決でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。